細胞質気質中での分子クラウディングの様子を示す模式図。微小管、アクチン、リボソーム、可用性タンパク質、キネシン、RNA、その他の低分子。分子クラウディングはこれらの分子の性質を変化させる。分子クラウディング、または高分子クラウディングと言われる現象は、タンパク質などの高分子が高濃度である状態で、 溶媒中の分子の性質が変化すること。高分子込み合いとも言う。以下、本校では、クラウディングや、込み合いなどと訳す。この状態は、生物の細胞中では普通に見られる。例えば大腸菌の細胞質中の高分子濃度は、300から 400mg、ml になる。分子クラウディングの状態になると、その高濃度により、 溶媒内の高分子の占有体積が減少し、その結果として活量が増大する。分子クラウディング効果により、細胞中の分子は、インビトロにおける挙動とは全く異なる振る舞いをする、可能性がある。それゆえ、実験室内で薄い溶液を使って、酵素の特性や、代謝のプロセスを測定すると、生存細胞内に見られる真の値より何桁も、異なる場合がある。 生、科学的プロセスの研究は、実際に近い高濃度条件で行うことは、非常に重要である。これは、すべての細胞で普遍的な性質であるし、分子クラウディングこそが代謝の効率性の本質かも、しれないからである。細胞内は、濃密な環境である。一例として、大腸菌細胞は、体長、約2マイクロメートル。 直径約0.5マイクロメートルであるから体積は約0.6から0.7マイクロメートル3の体積を持つに過ぎない。しかし大腸菌は4288種のタンパク質を含みそのうちの約1000種は容易に検出可能なレベルの濃度で存在している。それに加えて様々な形態の RNA や染色体 DNA も存在しているので 高分子の総合的な濃度は300から4 0 0リットルに上る。新核生物の細胞内ではさらに細胞骨格を作る、タンパク質フィラメントが混み合っており、この網が細胞質を工事のように分断している。ある分子の大きさの違いによる分子がアクセス可能な溶媒領域の変化。灰色の丸は高濃度で存在する高分子を表す。 このような際は高分子の活量の変化をもたらす。これら高分子高濃度状態は、細胞体積の大部分で生じている。そして高濃度により、それぞれの高分子の占有体積が縮小される。この排除体積効果により、高分子の影響濃度が増大し、そして反応率を変化させ、反応における平行定数も変化する。特に、この効果によって、 タンパク質のタンパク質複合体の形成や DNA 結合タンパク質のターゲット遺伝子への結合などの特定の高分子解合が選択され、乖離定数が変化する。触媒反応を起こす酵素の形態の変化により、混合いは高分子だけではなく、小さな分子の反応も変化させる。混合い効果の程度は、関わる分子の分子量と形状の両方に依存する。 しかし、分子量の方がより重要であると考えられている。一般により大きい分子の方がより効果が強くなる。注目すべきなのは、効果の程度は非線形であることで、高分子は、アミノ酸や単糖などの小さな分子よりも強くクラウディングの影響を受ける。したがって、分子クラウディングは、高分子が他の高分子の性質に影響を及ぼす効果であると言える。 分子クラウディングは生化学と細胞生物学において重要な効果である。例えば、混合い効果による、タンパク質と DNA の相互作用の強度の増大が、転写や DNA 複製の重要な鍵である可能性もある。混合い効果はまた、釜状赤血球症において、ヘモグロビンの分離凝集プロセス。 さらに細胞の容量変化反応にも働いていると言われる。フォールディングにおける混合い効果の重要性は生物物理学において特に興味を持たれている。混合い効果はタンパク質のフォールディングプロセスを促進する。小さく折りたたまれたタンパク質は折りたたまれないタンパク質さより占入する体積が少なくなるからである。 しかしながら、混合い効果は、タンパク質の凝集を促進することにより、正常に折りたたまれた、タンパク質の割合を低下させる場合もあり得る。混合い効果はまた、グローエルのようなシャペロンタンパク質の活性度を促進することもあり、これが折りたたみ効率の低下を相殺している、可能性もある。混合い効果の重要性を示す例は、水晶体内部を満たしている。 クリスタリンファミリーに見ることができる。クリスタリン水晶体を透明に保つために安定でかつ溶存体であることが必要である。クリスタリンは水晶体内で5 0 0リットルを超える非常な高濃度になっており、混合い効果は非常に強くなっている。大きな混合い効果がクリスタリンの温度安定性をもたらし、それが変性への抵抗性を高めている。 この効果によって、高温に対する水晶体の極めて高い耐性の一部を説明することができる。分子クラウディング効果のために、気迫溶液中での高素圧性や生物、物理学的な測定技術は、細胞質気質中で行われている、実際の状態を反映していない可能性がある。計測の正確性を高めるためには、一つは高濃度の細胞抽出物を使用して、 細胞の内容をより自然な形で維持する方法がある。しかしながら、このような抽出物を使ったのでは、一つのプロセスを独立して研究することが非常に難しい。そのため、ポリエチレングリコールやフィコールなどの不活性分子を高濃度に加えることで、混合い効果を模倣し、純粋な反応を分析することがある。しかしながら、 このような人工的代替物による混み合い効果は、かえって複雑な結果を招く場合がある。これらの分子の混み合いが、実験系の中で、しばしば想定外の反応を起こすからである。ありがとうございます。